3000年に一度の正統ハイドル、セイラです。はい、今日はね、久々の配信ライブだったんですけど、皆さんどうでしたか？はい、トラブルもあったりしたんですけど、最初から最後まで、ね、久々にライブができてすごい楽しいライブが、ね、できました。ありがとうございます。明日の7日も、配信ライブがあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、セイラでした。バイバーイ。バイバーイ。戦力少女アルです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。30分楽しかった ね楽しかった ね、まあ、ね、今は無観客ライブとかでしかできないかもしれないんですけど、これからも楽しんでいきましょう。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。私たちキスで世界を埋め尽くすベリーズキース、よろしくお願いします。本日は無観客ライブ出演させていただきありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。はい、私たちまたね、これからも無観客ライブとかライブ活動をしていきたいと思うので、その時は皆さんぜひよろしくお願いします。それでは以上、私たちレリングキスでした。バイバーイ。アイドル無線配信ライブありがとうございました。私たちスリジェです。ということで、久々のライブをさせていただいたんですけど、あこちゃんどうでしたか？はい、無観客ライブは初めてやらせていただいたんですけど、とてもとても皆さんの愛を感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また皆さんに会える日を楽しみにしています。それでは以上、私たちスリジェでした。バイバイ。ぼくん、ギヨク、楽しく楽しく、私たちアイドルカレッジです。はい、皆さん今日はライブ見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日で新候補生が3人加入しまして、全員でアイドルカレッジ23人になりました。いっぱいいますね。いますね。もう個性がね、すごいいっぱいいるので、皆さんぜひこれからも23人になったアイドルカレッジを応援どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、バイバーイ。皆さんこんにちは。私たち放課後プリンセスです。はい、配信ライブ、見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。今日のライブが、はい、放課後プリンセス3ヶ月ぶりのライブなんですね。はい、そうなんですよ。しかも今日がね、この5人正規メンバー5人になって初めてのライブだったということで、メンバーそれぞれ緊張もあったんですけれども、はい、皆さんのね、パワーを受け取って無事に終了しました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。またね、こうして対バンライブみたいな形で配信参加させてもらえたら嬉しいなと思っておりますし、放課後プリンセス、単独でもね、配信ライブできたらいいななんて思っています。そして放課後プリンセスは7月の29日に、ニューシングル灼熱のミステリーアイ絶世クレオパトラというシングルを発売いたします。現在オンラインでですが、リリースイベントを行っておりますので、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。それでは以上、私たち放課後プリンセスでした。バイバーイ。私たち仮面女子です。本日は仮面女子ライブありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。そして仮面女子9月19日にゼップ羽根